かぶるぞ。ユウ、貴様とのデュエルはいつだってそうだ。死脈と精神を張り巡らせたギリギリの戦い。この体の中の血液を沸騰させる。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、見てくださいよ、これ終わりますか、この T シャツ、あるイベントでですねもらってきたんですよ、いただいたんですよ。今日ですね、某日都内某所に行われましたデュエルイベントっていうか、コナミさん主催のデュエルナイトっていうオフイベントがあったんですよ。で、そのオフイベントがどういうまあイベントだったのかっていうまあちょっとお話、ありがたいことにね、私呼んでいただけましたので、こんななんか遊戯王しかしてないおじさんが呼んでいただけるようなイベントではない、すごい豪華なイベントだったんですよ。で、そちらがどういったイベントだったのかっていうことのご紹介と、あとそれからですね、どうだこれだ、お土産がね、あのコナミさんより、このコナミ社の、袋なんですけども、これにねすごい大量に入ってるんですよ、お土産が。こちらのまあ開封なんか取っていいって言われたから、この開封をしていきながら、どんなイベントだったのかっていうのをまあ皆さんにお伝えできればいいかなと思ってやっていきたいなと思います。それでは早速いきましょう。その前にすいません、あのどういった方が参加してたのかちょっと説明し忘れたんで、急遽追加で撮ってるんですけど、各界の著名人の皆さんが参加されていって、まあそこにありがたいことにね呼んでいただいたんですが、シャイニング兄貴とか、あとそれからモノマネ芸人のシャチホコさん、ミスターシャチホコさん、君は何をされてる方なんのね、でおなじみのとか、あとそれから芸人さん、芸人枠からは宮下草薙の宮下さんとかね、四千頭身の都築さんがなんか遊戯王結構好きらしくてね、その辺の皆さんは、まあそういった皆さんが集まってあの開かれていったデュエルイベントだったんですけども、僕ね、まあサムネイルにもあると思うんですけど、初めてお会いできたんですよ。あの 5Ds 声優陣ですよ。宮下さん、工藤雄星役のね、いくぞ雄星の工藤雄星役の、それブルーノだ、工藤雄星役の宮下さんと、あとキングジャックアトラス役の星野さん、お会いできたんですよ。めちゃくちゃ嬉しかったですね。めちゃくちゃ嬉しかった。まあ当日は結構デュエルもいろいろやって、まあトーナメントみたいなのも結構やってたんですけども、まあ企画の一環としてね、宮下さんとかね、急にあれなんですよ、ユーセが出てくるんですよ。オクス攻めるとかオクス攻めるとか、なんかキングとかは、星野さんとかはこの月を見ていたらお前が現れるような気がしてなとか言ってくれるんですよ、デュエル中に。いや、こんなにね熱いことはなかったですね。本当に素晴らしいイベントに参加できたなと思ってるんですが、今日はそちらのイベントでまあいただいたお土産を、まあ、開封しながら、まあ、イベントどんな感じだったのかっていうのを、まあ、お話ししていきたいなと思います。で、まあ、いただいたお土産と、あと、勝ち取ってきた商品っていうのもあるんですよ。それがこんな感じですね。見てください、これ。これはですね、お土産ではありません。ステンレス製レッドアイズ。まあ、遊戯王やってる方だったらね、知ってる方もご存知な方も多いかなと思うんですが、これ、やばいんですよ。これやばいんですよ。これは、お土産じゃなくて、当日、そのデュエル、トーナメントみたいな、デュエルリンクスでトーナメントをやるよっていう、16人ぐらいでトーナメントをして、で、まあ、優勝した人にはこれもらえますよみたいなトーナメントがあったんですよ。そういうトーナメントがあったんで、ちょっと本気出してきました。お手上げなくね、デュエルリンクス実況者として、格の違いっていうのをね、分からしてきて、もうお手上げなく優勝してきたんで、いただきました。このステンレスセールヘッドアイズ、実はすごくて、価値が、これ実は YCSJ っていう遊戯王の大会が、まあ、何回か開かれるんですけど、年にね。それの、まあ、ベスト16しか、ベスト64ぐらいになると、確か、いただけるものなんですよ。すごい貴重なものでですね、4、50万ぐらいするんじゃねえかっていう、そのぐらいの価値のあるものなんですよ。これを、おつなげもなく、おつなげもなく獲得してきましたんで、家宝にさせていただきたいと思っております。ですよね、これめちゃくちゃ綺麗なんですよ。やばいっす、これやばい。家宝ですね、これに関しては。サンダーさんにパクられそうになったのを必死で止めてきました。とあとこれね、優勝商品の一つとしてなんかこのバッジみたいな、これもなんかデュエルリンクスとかで結構イベントとかでこう優勝したりするともらえるようなものなんですけども、ピンバッジみたいなものなのかな、そんな感じの、ものですね。それかあとなんかこの表遊戯くんが書かれてるなんか
ポーカーとかでよく使われるパッチみたいなやつとか、あとは、まあ、チビブルーアイズ、これも結構ね、レアなんですよ。いろんなイベントで配られるようなもの。と、あとこれ、ジャンフェスかなんかで配られてたんじゃなかったっけな、なんかシール。まあ、この辺は、デュエルディスクかなんかに貼りますか、これは。まあ、もしくはパソコンに貼るか。意識高いですよね。Mac かなんかに貼っとけば意識高そう。とか、まあ、これね、デュエルストーボックスとかももらいました。これはまあ、もう俺、必死で開けて、なんか、何箱、8箱ぐらい、配布して、全部まあ、ほぼ持ってるんで、まあ、そんなになんですけども、これはありがたいので、まあ、また別の機会に開封しようかなと。今日はちょっとこの辺の開封と、これとかやばくないですか？帰り際に、なんかその宝箱みたいなのが用意されてて、その宝箱の中から、こう、一つかみ、なんか全員して、それ持って帰っていいですよ、みたいな、好みさんの粋な計らいがあって、ぐって、掴んで、ぶっても、こう、要は、なんか何個でも掴んでいいみたいな、右手が許す限り、掴んでいいみたいな、そんな、なんか豪華なプレゼントがあって、で、それで掴んだんですけど、まぁ、こんな感じで、なんかこう、ガッて、こうやって、ガッて掴んで、パッて持ってきたのが、まぁ、こんぐらいだったっていう感じですけど、まぁ、ちょっと、俺、右手ちっちゃすぎた。これが、まぁ、やばいんですよ。ウェル遊戯王とウェルモンスターズ、1万周突破記念、スペシャルパックつって、入ってるのが、まぁ、セイバリとか、まぁ、カオソル、カイベクとかでね、サイバードラゴンとかサイバードラゴンノバが入ってるんですけど、これたまに 20th シークレットレアが入ってるんですよ。これね、なんか対象商品ワンボックス買うと1個プレゼント、してもらえるこの非売品なんですよ。これやばいでしょ。これで 20th 入ってたら爆破どうすからね。これちょっと開けて当てていきたいなと思います。で、一番やっぱ欲しいのはね、ノバがね、ノバ 20thサイドラはね、レリーフが一応あるんで、僕、まあ、ノバー20スクソほど欲しいですね。まあ、多分一番なんかヤバそうなのは雫、戦闘機雫のなんか20スとかが多分一番高そうな気はするんだけど、まあ、個人的にやっぱノバが好きなんで、サイバードラゴンが好きなんで、サイバードラゴンかサイバードラゴンノバの20当たってくれたら、めちゃくちゃバカだよなっていう。とか、あと、まあ、ジャンフェスとかで配られてる非売品とかも結構ね、あるんですよ。これとか、憑依覚醒とか入ってるんですよ。まあ、憑依覚醒とか引いたらめちゃくちゃアドっすよね。まあ、この辺は確かなんかイベント、ジャンフェスとかそういうので配られたようなやつだったっけな。あと、それから、まあ、イグニッションアサルト。これをちょっとじゃあ開封していきながらにしようかなと思います。どっから行くか。これ最後やな。この辺最後やな。ちょっとこの辺から行きますか。あー、ゲールドブラとかね。アマゾネスクイーンとか、バテルとかザボルグとか。入ってるんですね。オーバロも入ってますね。オーバロとフュージョン。ノーマルレアもスーパーレアも存在してるけど、スーパーレアが出たらアドみたいな。そんな感じですね。いや、なんか当日ね、すごくてね、いろんななんか大会みたいなのもあって、そのなんかデュエルリンクスの、まあ、トーナメントももちろんあったし、オーバロとフュージョン。いいね。オーバロと。よっしゃ。あともちろん紙の方のね、あ、ザボルク来た。ザボルク、ゴライテーザボルク。シャイニング兄貴。シャイニング兄貴。と、その、デュエルリンクスのトーナメントで、別ブロックになったんですよ。まあ、いろんな方参加しててね、そのさっき言ったように、宮下さんとか、シャチオコさんとかも、参加されてたんですけども、まあ、別ブロックになっちゃって、で、キングと一緒に、そのなんか、決勝で会おうね、みたいな話をしたんですよ。大体ね、そういうのって、フラグになるじゃないですか。会えないみたいな。決勝で会えないみたいな、なるじゃないですか。なんで、俺、それ絶対だったから、で、多分、兄貴、ガチなんで、スーパーガチなんで、絶対ね、決勝来るなと思ってたんですよ。なんで、俺なんか大人げもなく、死ぬほど環境デッキ使って、決勝までは、絶対行こうと思って、絶対行こうと思って、で、決勝まで、一応ね、進んだんですよ、決勝までね、頑張って。で、最後は、やっぱみんなが見てる前なんで、エンタメデュエルみたいなのをしようぜみたいな話をして、キングと。で、僕がブラックマジシャンデッキ使って、で、キングがまあ、ブルーアイズデッキを使って、まあ、要するにまあ、カイバ VS 遊戯ですよね。カイバ VS 遊戯の熱いデュエルをね、熱き決闘者たちを、演出しようじゃないかということで、あ、このトークンかっこいいの、やってたわけですよ。で、まあなんとか優勝できて、さっきのステンレスレッドはですね、これね、これをいただけたという話なわけですよ。でね、やっぱね、すごいなって思ったのは、優勢役の宮下さん、不動優勢役の宮下さん、もう結局なんか3位ぐらいになってて、なんかね、でもね、面白かったのは、全然なんかジャンドとか、ジャンクドップルとかそういうデッキじゃなくて、なんか6部集とか。まあ一応、新規のテーマではあるんだけど、なんかね、気持ち程度にスターダストドラゴンが入ってる、なんか、6部集デッキとか。そういうの使ってましたね。宮下さんは。で、やっぱね、一番なんか、さすがだなって思ったのは、ジャック、キング役の星野さんが、やっぱね、デュエルリンクスでも、OCG でも、やっぱね、キングデッキなんですよ。星野さん使ってんの。レモンデッキ。それやっぱね、かっこいいなって思いましたね。で、デュエルリンクストーナメント以外にも、対戦チーム赤、青に分かれて、で、遊戯王デュエルリンクス部門と、まあ、
OCG 部門で赤青チームどっちが勝つかみたいなのでやってて、でなんか結局赤と青がまあ同星相打ちになって、最終的にキングシャイニング松坂兄貴となんかそのリーダー同士で要は決着つけようみたいな話になって、で青チームからはシャイニング兄貴、それから赤チームからは宮下草薙の宮下さんが戦うことになったと。でその時はね、宮下草薙の宮下さんがブルーアイズデッキ、西岸デッキを使ってて、でうちの我らがシャイニーは妖仙獣っていうワナビーと妖仙獣っていうスーパーインキャデッキを使ってね、ブルーアイズをボコして、青チームの勝利っていう。あ、ライトニングストーム出た、やった、これはでかい、これは結構何枚あっても足りないカードやからね。実質サンダーボルトかハーピーの跳ね分けどっちか打てるみたいなやべえカードなんですよこれ。まあそんな感じのねイベントだったわけですわ。めちゃくちゃ楽しかった、ほんと夢のような時間だったんですよね。いや宮下さんがなんか最強6部集使ってなんか3位入賞してたのめっちゃ笑ったトラップか、トラップってなんだ、あ、金魚すくいか。さあじゃあ最後のこれですよ、問題はこのスーパーアドトリパック、これでねノバーとか当たってくんねえかな。いきますか。なんかミスターシャチオコさんはね、なんかね墓守かなんか使ってた。あ、魔法ですか、魔法はなんだ、あ、増援か、増援だな、か超融合か、増援か超融合、あーなるほど、あでもどっちも結構嬉しいですね。ではちょっとゆっくりいきましょうか。でもねもうね縁でわかるんだよこれね、トゥエンティスじゃねえトゥエンティスじゃねえわ。あ増援、あでもまあシークレットかっこいいけどね、増援シークレットかっこいいわ。まあ嬉しい限りではありますね。まあ、ヒーローデッキにぶち込みましょう。というわけで今回の動画は以上になります。すごかったですね本当に。まあものすごいイベントに呼んでいただけて光栄だったなと思います。トーナメント決勝戦さっき言ったようにキングだったんですけど、やっぱねあの人ねうまいわ遊戯王めちゃくちゃうめえ、ほんとすげえギリギリ、多分ね20分ぐらい戦ったかな、20分ぐらい戦ってお互いデッキの多分残り5枚とかになって、でこれ動画にできないのめっちゃ残念なんだけど、もう本当に皆さん盛り上がってくれてね、ブルーアイズとブラックマジシャンの対峙だったんで、まあ、僕ブラックマジシャンデッキ使ってキングがブルーアイズデッキ使ってたんで、ブラックマジシャンとブルーアイズの対峙ってやっぱ盛り上がるじゃないですか。まあそれやろうという話をしてたんですけど、キングと一緒にね、決勝戦始まる前に。もうそれが本当にできて嬉しかったし、あとキングめちゃくちゃ上手くて、プレイングが。マジで、何回も、あ、これダメだって思った。負けそうになったんだけど、最後、ディスティニードローだったんですよ俺、遊戯。で、ディスティニードローで、エネコを引いてきて、エネミーコントローラーっつって、コマンド入力、左、右、AB っつって、相手のなんかパンデミックドラゴンからなんかパクって、勝つっていうね、すげえ熱い試合あったんですよね。これがまあ皆さんにちょっとお披露目できないのがまあちょっと残念なんですよね。まあちょっとリプレイ撮っとけばよかったなと、まあちょっとプレミしました。リプレイ撮ってないのはマジプレミ。まあもちろん OCG の方の対戦もやったんですよ。対戦の一環として OCG とデュエルリンクスがあったんでね。OCG の対戦はなんかサンダーさんと当たって、で、ヒーローミラーあったんですよ。ヒーローミラー。ヒーローミラーで、なんか俺先行クソ事故って、先行クソほど事故って、全然動けねえみたいな。ディスクガイ、ブルーディーみたいな。あと、なんか、よくわかんない魔法みたいな。死者蘇生みたいな。いや、やつしか来なくて、クソ事故ってなんか、魂のディスクガイセットみたいなことしたら、なんか高校ぶん回されて腕球されるっていうね。なんかやばい、ほんと。今もう皆さん、ヒーローデッキとか使ってる人わかると思うんですけど、めちゃくちゃ高校ワンキルできるんですよ、ヒーローって。高校ワンキルもできるし、あとね、先行すげえ制圧できる。ダークローとか結構簡単に構えられるから、今やばくて、まぁちょっとこれもなんか対戦動画とかできればいいなとは思ってんすけど、どっかでね。対戦してくれる人がいねえっていう、友達0人だからね、俺。なんで、まぁ、ちょっとその辺はね、どっかで動画できればいいかなとは思ってんすけど、まぁ、そういう、面白い対戦なんかもあったりなんかしましたね。で、その終わった、実際そのイベントが終わった後に、まぁ二次会みたいなのもあったんですけど、声優の宮下さんがいらっしゃって、で、その 5Ds を、まあ、録音している時の裏話みたいなのも聞きたいとか。うん。言えないの残念だわ。言えないの残念。本当に。というわけで、今回は、デュエルイベント、デュエルナイトに参加してきたよという報告の動画でございました。また、コナミさんにね、こういったイベント呼んでいただけるように、これからも引き続き、頑張ってまいりたいと思っております。それも皆さんの、ご協力が、ご視聴、グッドボタン、高評価があってこそだと思います。本当にいつもありがとうございます。ぜひ今の方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。